いやー久々に来たな。国際展示場前、東京ビッグサイトの最寄り駅です。でも今回は別にビッグサイトに行くわけじゃない。そう、今日の午前中からの用事でね、園でちょっとねこちらの施設の無料券をいただいたのよ。もう16時過ぎだけどやってまいりました。ででん、なんでエヴァ、スモールワールズ東京。さあ入場したけど意味わからんぐらい人いないぞ。あ、ここは簡単に言うとな、男の子なら誰が来てもおもろい場所だ。さあ早速ミニチュアフロアに行こう。うわ、これは男の子楽しいに決まってる。 100% 絶対にこれ今の現代じゃないじゃん。こういう未来都市的なのを予想して作ってみたバージョンは、これ俺本当に知らないけど映画の世界とかもあるんかな。だとしたら超楽しみなんだけど。これはやばい、匂い、なんか匂いもしっかりするんだけど、どこの国の何これ、ちょっとおしゃれすぎ。これはテンション上がるわ。なんかいろいろ言ってたら明るくなった。これ昼夜とかも変わるのね、時間で。さっきまで真っ暗だったんだけど急に明るくなったわ。ところどころにこうありえない遊び心がある感じがすごい好き。とか見てると本当にキリがないぐらいクオリティが高い。うわ、なんだうるせえな。空港だね。なんだこれ、ティックトックで見たことあるぞ。